こんにちは。今日はですね、この整体師っていうのについてちょっと話してみようかなというふうに思います。久しぶりの動画の更新ですかね。まあもう9月も、中旬過ぎて、自分の将来どうしようかなっていうふうに悩んでいらっしゃる方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。その中の、職業の一つとして整体師っていうのを考えてらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。ですんで今回はちょっとですね、この業界に関してはいろいろ長年この業界やってるんで、この整体師についてちょっと、一般の方々に向けて話してみたいなというふうに思います。整体師っていう方々は実際どういう人たちなのかというところをですね、話していくんですけれども、こちらの方を見てくださいね。一つはですね、民間の資格を持ってる人たち、こう整体学校とかね、そういうセミナーとかっていうのが、時々あったりするんですけれども、一定期間の何ですかね、研修みたいなのをやると、その整体師として認定されるみたいな、そういう学校とかセミナーみたいな研修会みたいなのがあるんですけども、そういうのに出た人たちですね。でこれはですね、国家資格じゃないんですよね。民間の試験もあるのかな、ちょっと試験があるのかちょっと分かんないですけど、いろんな、研修とか学校の形態があるんで、こういろんな形のものがあるんですけれども、そういうもので、民間のものを、資格とかとして得た人たちで、あとは次はですね、僕が考えた最強の治療というのは、まあ、ある意味目覚めちゃったような感じの人たちがですね、一定数いたりとかするんですけれども、自分独自のやり方っていうのを考え出して編み出して、それを、お客さんに提供するという意味で、整体師となっている人たちも、います。そう、実は整体院っていうのは今のところですね、保健所に届け出たりとかする必要はなくて、まあ飲食店の場合は食品衛生の管理の責任者っていうのを取らなきゃいけないんですけれども、そういうのなしで、そのまま開業してやれちゃうというのが実は整体院なんですよね。であとはですね、整体師と名乗っている人たちの中には、この柔道整復師という人たちもいます。柔道整復師っていうのは、接骨院とか整骨院とかをやっている、やる資格のある、まあ、免許を持つ方なんですけども、この柔道整復師っていうのは、国家資格なんですよね。国家試験を受けて、柔道整復師の専門学校を3年間かな出て、国家試験を受けて合格したら免許をもらえると。それで、保健所に、接骨院の届け出を出して開業すると。でこの、接骨院の中のレイアウトとかそういうのも、結構細かく規制されていて、ちゃんとその保健所の担当の人が立ち会いのもと、検査をして合格したら承認されて晴れて、開業できるというような感じのものなんですけれども、そういう人たちがわざわざ、整体師として名乗っているというところがあります。実はですね、整体院で開くと広告の規制っていうのが実は、あまりかからないんですよね。逆に接骨院とか整骨院とかだと広告の規制がかかります。例えばですね、料金を表に、出したチラシをかけなかったりとかですね、こうあとは何だろう、ホームページとかメールアドレスも実は、チラシにかけなかったりとか、そういうようなことがありますね。あとは症状に関してとか、治療できる内容とかも、限定的にしかかけなかったりとかします。ですので、その広告の規制を逃れるために、例えばですね、その保健所には接骨院として届けを出します。でも看板は整体院として出します。で、そうすると、広告は整体として、チラシを巻いて、いらした人には保険証を出してもらって、で、その保険証を、使って、まあ、不正請求になるんですけどね、保険の不正の請求を出して保険の療養費ももらいつつ実費ももらいつつっていう、そういうようなやり方をしているという話も、
それはですね、厚生労働省の広告に関するですね、検討会でですね、結構話題にはなってましたね。はい。そういうような形で、広告規制を逃れるために整体師と名乗って整体院の看板を掲げている柔道セクシーの方もいらっしゃいます。あとはですね、鍼灸師。この鍼灸師もそうなんですね。その広告規制を逃れるために、看板を整体院にしておいて、チラシを巻いて患者さんを集めて、で、実際やってる内容は、実はうちは整体やってやってるんですけど、針とか灸もできるんですよ、みたいな感じで出すと。で、この場合はですね、鍼灸の場合は、療養費、保険を使うためには医師の同意が必要なんで、保険は使ってるところは、意外と少ないかもしれません。ですので、保健所に鍼灸のをやっていますよ、鍼灸院の届けを出さないで、整体院としての看板を掲げ、それで、患者さんも呼び込んで、中では実際、鍼灸も、やっているという場合も、あります。で、あとは、理学療法士の方ですね。理学療法士の方々は、本来は、理学療法士としての開業権は、持ってないです。持ってないんですけれども、自分の専門の知識を使って、自立して、独立してやりたいという方もやっぱ中にはいるんですよね。ですので、そういう方々は、理学療法士としてではなくて、整体師というふうな名前を使って、開業して、運動療法とか、そういうのを中心にやってたりする方も、いらっしゃいます。で、本来ですね、整体をやるために必要な免許というのは実はあります。それは何かっていうと、このアンママッサージ指圧師、これですね。はい。これも、国家試験なんですけど、国家資格なんですけども、アンママッサージ指圧師の、免許を持っていれば、まあ、一番合法的に、整体師として整体院をやることが、できるということになりますね。じゃあ整体って一体何なのかということなんですけれども、整体っていうのは実は、指圧のことなんですね。で、じゃあ指圧っていうのは、その、ただ押して、筋肉をほぐすみたいな、指で押して筋肉をほぐすみたいな主義だっていうふうに、思われがちなんですけれども、そういうものもあるんですけども、実は、行政的には違うんですね。昔はアンママッサージ指圧師の、名称っていうのは、アンマ師だけだったんですね。それが、時代が経つにつれて、アンママッサージ指圧師って名前に変わったんですけども、その変わった、タイミングで、この指圧っていうのは、アンマとマッサージ以外の徒手療法、手でやる、治療法ですね、のすべての総称として、この指圧っていうのを取り扱うってことに行政で、決まってました。ただまあ、いろんな経緯があって、それがなし崩しになってしまって、今のような状況になっているということなんですね。ですんで、本来、整体として、整体師として整体院を開きたいという場合は、アンママッサージ指圧師の免許を取っているのが、最も合法なやり方だということになります。まあ、この、じゃあなんでその整体が指圧の中に含まれることになっているのかというところの経緯に関しては、また違う機会に、お話しできればなというふうに思います。ですので、まあ、整体って、まあ、整体院っていっぱいありますし、整体師などという人たちもですね、まあ、いろんな高さがいらっしゃるんですけども、こういう状況が、世の中の流れになってますので、まあ、業界としてはですね、まあ、玉石混交ですし、まあ、右往の衆の集まりみたいな、業界に、なってますので、相当、まあ、いろんなお店が、あって、看板を見るだけでは、実際何言ってるのかわからないというような状況でですね、まあ、私自身としても、とてもちょっと不安な状況ではあるんですけれども、まあ、こんな感じですかね。はい。整体師としてこれからやっていきたいとか、整体院開きたいという方は、ちょっと参考にしてみてください。はい、以上になります。